皆さんこんにちは、ニフコーヒーの小川です。このチャンネルではご家庭でのコーヒーライフがより豊かになるような知識や情報をお届けするチャンネルとなっております。今回は美味しいコーヒーの基礎講座第4回目をお届けしていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。前回までの美味しいコーヒーの基礎講座では、いいコーヒー豆と美味しいコーヒー豆の違いについてお話ししてきました。いいコーヒー豆というのは客観的な条件みたいなものですね。一方で、美味しいコーヒーというのは主観的な部分が混ざってくるということで、今回から美味しいコーヒー豆について深掘りしていきたいと思います。まあ、簡単に言ってしまうと、自分の好みに合ったコーヒー豆を選ばないと、結局それで入れたコーヒーというのは美味しく感じないよねということです。前回までの動画でいただいた視聴者さんからのコメントで、まあ、こういうのがありました。浅入りコーヒーに慣れてくると深入りが苦すぎると感じるようになってきましたとか、私のような熟年世代だと大抵は深入り派で、高価な浅入りスペシャリティを振る舞ってもはてなはてなはてなな感想がほとんどです。まさに先ほど私が言ったその好みに合ったコーヒー、その好みというのは、自分が好きな味かもしれないですし、その時に飲みたい味っていうのもあると思います。まあ、今少しずつ涼しくなってきましたけれども、涼しい時期になってくるとやはりしっかりとした味わいの深入りがいいなと思ったり、逆に暑い真夏だったら結構ホットコーヒーで飲むならさっぱりした浅入りだったり、キリッと冷やして飲み応えのあるアイスコーヒーが良かったり、自分の好みや目的に合ったコーヒー豆を選ぶというのが美味しいコーヒー豆、美味しいコーヒーにたどり着く絶対条件だと思います。いくらいい豆だったとしても好みに合わなければ美味しくは感じないですよね、というお話です。ではコーヒー豆を購入するときにどういうところを見て購入すれば自分の好みに近づいた豆が手に入るのかというところをお話ししていきたいと思います。いわゆるコーヒー豆の味わいを決めていく要素、飲む前の段階で分かる情報で、自分が好きなコーヒー、今飲みたいコーヒーだなっていうのが分かるような情報が購入前にコーヒー屋さんから提示されていますので、そこを深掘りしていきます。コーヒー豆の味わいを左右する要素というのはざっと挙げるとこんな感じですね。まず焙煎の度合い、浅入りか深入りまで、コーヒー豆は生豆を焙煎することによって味わいが作られていきますが、その焙煎の度合いによって味は全然変わってきます。2つ目にはそのコーヒー豆、生豆をコーヒーの木から収穫して生豆にする段階の精製方法ですね。この精製方法に関してもかなり味が変わってきますので、ここも理解する必要があります。その次に品種です。コーヒーは品種によっても味は変わってきます。すごい特徴的なキャラクターを持った品種もあれば、その品種特有の味が強烈に出るようなタイプではないのもあったりしますが、品種は結構要素としては大きいですね。その次に国によっても特徴は違います。その国にあった品種を栽培していたりとか、その国でしかやらないような精製方法もあったりするので、この辺は複合的に絡み合っている要素ですけれども、それを考えても国とか地域エリアというのはかなり味を左右します。最後に国をさらに小さくした産地だったり、作っている農家とか、生産者ですね、またはもっと細かく言っていくとここの畑という要素もあったりしますが、この辺の栽培されているところのテロワールとか言ったりしますけれども、それだったりとか、あとは生産者の栽培方法でもかなり味は変わってくるので、この辺は相当細かい要素になってきます。あと最後もう一つ挙げるとすると、特殊な加工をしているかどうかというのもあると思います。一般的な精製方法とは異なって、最近だと嫌気性発酵と呼ばれる、酸素を取り除いた状態で発酵させる工程を途中で加えているものだったり、
出来上がった生豆をウイスキーで使った樽に詰めてウイスキーの香りをつけたり、はたまたバニラの香りとかがついたコーヒー豆とかもあったりしますので、ちょっと特殊な加工をしてあるっていうのも味わいを変える要素ですね。これらの情報はコーヒー豆を購入する前の段階で知ることができます。まあ、飲まなくてもいわゆるスペックというところからどういうコーヒーの味わいなのかなというのが予測がつくという感じです。この情報できるだけ多く開示しているお店もある一方で、商品またはお店として全然情報が発信されてないところもあったりします。じゃあ一つニフコーヒーの例をお見せしますね。うちのコーヒー豆はこんな感じで表示してあります。まず収穫された国ですね。でどのエリアで採れた豆だったり、まあ、どの生産者が作ったという情報も入っています。加えて収穫された標高やコーヒー豆のその品種、また商品ごとにニフコーヒーの場合だと焙煎度合いは決まってたりしますので、まあ、焙煎度合いの説明ももちろんあります。このあたりの情報、まあ、我々としては非常に大事な情報だと思いますので開示していたりしますけれども、あまりその辺頓着がないコーヒー屋さんだったりとか、あとはスペシャリティコーヒーだったらこれだけ情報は豊富で開示することはできますけれども、まあ、もう少しグレードの低いコマーシャルコーヒーだったりプレミアムコーヒーとかだと、そもそもこういう情報がないっていうコーヒーも世の中にはたくさんあります。当然どこで採れたどういうコーヒーなのかっていう情報があればあるだけ味わいの特定っていうのはしやすいですし、それだけいいコーヒー豆ということにもなってきます。美味しいコーヒー豆を選ぶんでしたら、やはりどこで採れたコーヒー豆なのか、どういうコーヒー豆なのかという情報はぜひ欲しいものですよね。最低限コーヒー豆を買うんでしたら焙煎度合いは提示してほしいものだなと私は思ったりします。今お話しした味を変える要素、1個ずつ講座なので解説していきたいなと思うんですけれども、特に味を大きく左右するところから順番にやっていきたいと思います。でまずどれなのというところなんですが、一番大きいのはやはり焙煎度合いです。どんなコーヒーでも焙煎が深くなれば苦さとコクが強くなって酸味が弱くなります。一方で焙煎が浅いと酸味が強くなって苦さやコクというのは弱くなります。これは産地や品種を超えて一番大きな味わいを変動する要素になってきますので、まずコーヒー豆を選ぶ際、どういうコーヒー豆を買おうかなと思う出発点としては、まず深入りなのか浅入りなのか、まあ大体真ん中ぐらいの中間ぐらいの、まあ、シティローストだったり、まあ、その辺で選ぶのかという話になってきます。今回は美味しいコーヒー豆というのは主観的な要素ですよ。主観的な要素、自分が飲みたい味のコーヒー豆を買うには、まずどういう条件のコーヒーなのかを知るところと、自分が求めている味わいとを合致させる必要がありますよというお話でした。次回はコーヒー豆の味を一番大きく決める焙煎度合いについて詳しくお話ししたいと思います。それでは今回の動画は以上にしたいと思います。今回の動画が参考になったとか、ニフコーヒーを応援したいと思っていただけましたら、ぜひグッドボタンの方よろしくお願いいたします。またチャンネル登録や何か動画への質問やリクエストなどありましたら、コメント欄へいただければ幸いです。それではご視聴ありがとうございました。コスパ抜群の最高級スペシャリティコーヒーはニフコーヒーネットショップで販売しています。詳しくは概要欄よりご覧ください。